はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。もうね、1月に入ったらね、まもなくもう正常運転ですね、また明日から業務再開ということになりますけども、12月はね、何かと慌ただしい。あ、でも去年の12月はそうでもなかったかもしれませんね。あのコロナでしたからね、皆さん家にいろ、ステイホームとか言われて、のその割には街に人いっぱいいましたけどね、まあ忘年会なかったですもんね、僕一つもなかったな。一つありかけたら中止になって、結局外でお酒を飲んだことはあったんかなという感じですね。まあ別にいいんですけど、飲まなくても家で飲んでますからね。さて、もう1月に入ってですね、これはいつになるんでしょうね。来週、再来週のあと2週間後ですね、16日の土曜日にですね、またいつもの通りなんですけども、日本橋横山町のセトルさんという不動産屋さんですね、の2階の一角を借りましてですね、売却無料相談会というのを開催をいたします。確か1時から5時の間、私は座っておりましてですね、ちゃんとこのアクリルのこうシールドみたいなのありますね、これ越しにお話をするんです。お互いマスクをしながらですね。で、どうでしょうね、1時から4時までで、アポは特にいただけません。というのは当日行けなくなるなんていうことはよくあることですよね、16日。だから、いや、天気が悪くなって行きたくないとかいう場合はあるでしょう。だから来ていただいてお話をするんですけども、アポなしで1時から5時までに来てくださいと。その間私座ってますんで、順番にお話を伺います。で、待ってくださってる方がいらっしゃらなければ、いくらでも喋るんですけど、喋ってお話ししてていいんですけど、いらっしゃればだいたい1件30分で切り上げたいと思います。物件を持ってきてくださればですね、だいたいこれは売りましょう、どうしましょう、次はこうしましょうっていうの30分で終わります。ほぼほぼ。そのね、3つも4つも持ってきてね、順番にやると、ちょっとそれは時間がかかりますから、それは申し訳ないけど、待っていただく方にちょっとお待ちいただくことになるかもわからないです。だいたい1物件か2物件なんで、だと30分で終わりますんで、あるいはそのもう、あとは事務になりますんで、事務的な話になりますんで、セトルさんのスタッフに引き継ぐということになろうかと思います。で、どうでしょうね、前回4組ぐらい。前回ね、確かに3時頃まで誰も来なかったんですよ。今日ボスかいなとか言いながら、不動産屋さん2人とで世間話をずっとしたんですけど、バタバタバタと4組ほど来ていただきまして、ですね、売却相談。で、相談でですね、相談をしてまして、これじゃあ、セトルさんでお預かりしましょうかと、いわゆる専任売買契約というのを結んでいただいて、セトルさんに売却を依頼するということになればですね、セトルさんに売却してもらいますし、まあ、そうなるのはね、合計に1件あるかなっていう。そんな感じですね。だいたい売らなくてもいいっていう、まあ別にこれ売らなくてもいいんちゃいますかっていうのも2件2件ぐらいありますね。てか、もうそれでも売りたいっていう方はどうぞ売ってくださいって言いますけど、こう状況的に見てね、いや、どうしてもお金が必要っていうのはそれは売らなきゃいけませんけども、だいたい今そんなに切羽詰まった方がいないし、僕の前に現れないですね。まあ、別に来て、そういう方が来ていただいてもいいんですよ。すぐに売りたいんだったら、分かりました、すぐに売る方法を考えましょうって。ありますから、そんなすぐに売る方法は。多少安くなりますけど。まあ、物件にもよりますよ。四国の山売ってくれって、それは無理ですよ。それは無理ですよ。北海道の原野売ってくれ、それは無理ですよ。いや、東京のマンションを売りたいとかね。埼玉あたりのね、まだ東京に近いあたりの土地を売りたいとかで、そういう話だったら、いくらでもやりようがあるんですよ。まあ、まあ、そのあれに条件によりますけどね、そういう相談は承ります。どうでしょうね、2021年、今年は私は売却物件が増えるというふうに見込んでおります。なぜかと言いますと、その任意売却ということでローンが払えなくなった方が出てくるんちゃうかなという気がしますね。コロナもね、ワクチンができたからといってこう劇的に収まるかというと、そういうこともなさそうでして、このコロナが続く限りにおいてですね、ビジネスはある程度停滞をするわけでして、その停滞分が皆様の懐事情に跳ね返ってくるわけでして、まあね、菅さんがまたばらまいてくれればいいんですけど、ばらまき今のところないですからね。アメリカみたいに1人2000ドルとかやって欲しいわ欲しいわと思うんですけど、やってくれないんでね。
にこのままいけば今年は不況色が強まるんじゃないかなと。そうなるとやっぱりあれですね、不動産の売却案件が多くなりますんで、案件が多くなって売れないと価格はじわじわじわっと下がっていきますね。その暴落するということは今年はないと思いますけどね、よほどのことがない限りはね。まああとは明日から開く株式市場次第ですか。まあまあ、この売却相談会16日で、また2週間ございますんで、また来週か再来週1本か2本動画にしてあげたいと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。